G7 広島サミット開催を契機として今年4月、在大阪・神戸アメリカ総領事から広島市に平和公園とパールハーバー国立記念公園との間で姉妹公園協定を締結したいと打診がありました総領事はパールハーバー国立記念公園は太平洋戦争当事者間の相互理解と平和の推進を目的としていることや サミットで各国首脳が広島を訪れ、被爆の実相に触れたことなどを挙げ、2つの講演の姉妹提携の意義を強調しています。広島市は、戦争の始まりと終わりに関係する両公演の提携は、未来志向で平和と和解の架け橋の役割を果たし、核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンの実現に向けた第一歩につながるとして、 協定締結の申し出を受け入れることとしました協定締結後の取り組みについて両公園の資料を活用した企画展の開催やバーチャルリアリティを活用したプログラムのノウハウの共有などが期待されています協定の調印式は今月29日に東京のアメリカ大使館で開催される予定です今回の協定に関して専門家は賛否が分かれる様々な議論を呼びそうだと指摘します 広島市民がこの問題を正面から受け止められるのかっていうのは大変難しい問題だと思いますね被爆者自身の胸の内もまあ非常にまあアメリカに対しては複雑な思いがあると今後まあ被爆者を中心としてまあ平和運動をけん引してきた多くの人たちがこの連携をどのように考えていくのかと両サイドからのさまざまな議論が起こりうるかもしれないと。 いう大きなきっかけになるということであれば、それはまあある意味評価できるということになるんだろうと。一方、県被弾協の三巻俊之理事長は、まあ多くの被爆者の中には、まあいろんな複雑な思いを持って、まあこんな話が出たら思われるんじゃないかと思いますがね。未来志向でね、これからもまあ平和を続けていかねえ県というそういうことがこれから。 あ計画されとるいうことはまあ悪いことじゃないというふうに思いますよね3年5年のうちにあの広島でのサミットは良かったよなということになりゃ一番え、まあその,その第一歩だろうと思います